はい。台はピアラブです。ごぼうの党の党首の奥野さんが日本はあと20ヶ月で終わると言っていました。次の選挙はもう来ないそうです。えー、具体的にね、 どのような形で終わるのか、それについては言及はされませんでした。これはあくまでも、こういった情報もありますよということで、情報を共有したいと思います。そちらの動画については、YouTube の動画の概要欄の方に 記事のリンクを貼っておきますので、そちらの方をご覧ください。ご視聴いただきありがとうございました。